天の暮れ毛日記始まるよ。登録者1000人目指してます。チャンネル登録よろしくお願いします。どうも、天です。今回は初音ミクちゃん撮ってきたので動画にしました。この手の箱って結構難しいんですよね。僕が苦手なだけなのかもしれないんですけど、僕はQポスケットとか絆の層とかああいう箱の大きさが結構好きなんですけど、この手の箱は結構難しい印象があります。はい、1手目で立たせることができたので、2手目で奥の方に右アームを入れて、どんどん左の方に振っている感じなんですけども、こんな感じでこれ以上左に振れなくなっちゃってるんですよね。アームがでかいので右アームが寄せきれないっていうところがありますね。左アームが干渉しているので、どうしても左の方に振れないという。今回はうまく左の方に若干触れたんですけども、はい、こんな感じで戻ってしまうんですよね。ちょっと今のはアームが手前に来ちゃっていたっていうのも原因の一つかもしれないです。はい、ただこれ以上左に振るのはもうかなり厳しい状況かなということで、作戦を変えました。ギリギリまで奥を左に振って、次は左アームで手前を一度右に振ります。はい、これが正しかったですね。これが正解かなと思います。で、しっかり10手目で奥を左に振って落とし切ることができました。はい、ということで6プレイで500円なので、今回は900円で獲得することができました。やっぱりちょっと苦手意識がありますね、この手の箱には。僕自身あんまりこういった結構美少女系のフィギュアがこのぐらいの箱に入ってるんですけど、僕あんまり取らないので、まあやったことないんですけど、ちょっと面白そうなので今回はチャレンジいたしました。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。テンゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。